理科大 VS 首都圏の国公立進学するならどっちということで、今日はですねやっていきたいと思います。プロレスアカデミーの柴山です。お茶の水校社長の柴山です。はい、ということで柴山先生が理科大出身者ということもあってですね、理科大の方が首都圏の国公立よりいいんだぞと、はい、ちょっと橋本さんに対抗してやってます。確かに橋本さん別に埼玉の人じゃないですけどね、じゃないんですけど、はい、最大を押すという形で、はい、僕も結構最大に詳しくなってきたんですけども、いいですね、はい、じゃ理科大もまあまあ今日はただね、その首都圏の国公立っていうのもいろいろありますし、うん、東京理科大なんでまあ理系なので東大東工大、まあ、東京科学大とかではないけどってことですよね、首都圏のその他の国公立でってこと で結構まあ本当にどっち行った方がいいんだろうかっていうのがややこしいラインのところも多いと思いますので、うん、そこをまあ比較してもらって皆さんにまあ選んでもらうと、はい、理系受験生の人、うん、特にまあ理科大も受けつつこう、国公立も受けって人も多いと思いますし、結構悩ましいところだと思うんですよね。そうですよね、うん、なのでそこをちょっと今日話していくと、はい、いうことでございますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まあ、改めて僕がもう一回人生タイムリープできたらどこに進学するんだろうっていうところだったりとか、はい、まあ、あまりこういうのは良くないかもしれないですけど、はい、僕もあの高校時代あの T から始まる映 映像予備校に入ったんですけど、あんまりこう進路指導っていうのがそんなにこうされなくて、うん、首都圏の国公立っていうのはどこがあるんだっていうのもそんなにあんまり分からなかったので、はい、まあ、ちょっとこの動画見てる皆さんにとってこの首都圏国公立ってどんな、まあ、まあ特に理系はどういう大学があるのかっていうところだったり、まあ、理科大っていうのはまあどんな特徴なのかっていうのを、まあどこに進学したいみたいなところからちょっとお話していきたいなというふうに思ってます。はいはい、でまあ、さっき吉村さんもおっしゃっていただいた通り、前提としてはあの東大だったり東工大、まあ、東京科学大学ってなるともうさすがにさすがにね、さすがにそうだと思うので、はいはい、そういったところをまあ除いて、はい、今回まあ結構議論に上がってくるだろうなって思うのは、例えばその横国、はい、まあ、千葉、はい、都立大学、はい、あとは農工、はい、電気通信、はい、まあ、埼玉、まあ、いったところで入れるんですね。そうですね、まあ、これは本当に忖度かもしれないです、はい、冗談ですけど、はい、で比較をしていきたいなというふうに思ってます。どういう項目で比較していきますか。はい、まあ、今回分かりやすくまあ偏差値っていうところだったりとか、あとは就職っていう観点で、こあとはまあ通いやすさだったり、そのこう、まあ、立地的なところ、まあ、大きくこの3点で今回はちょっと比較していきたいなというふうに思います。はい、まずは、理科大の河合塾の偏差値というところになるんですけれども、はい、結構理科大ってまあやっぱり偏差値の幅がすごく広くて、40から 62.5 というのが河合でまあ実際に発信されている偏差値になります。でなんでこんなまあ広いのかというところでいくと、はい、もう一言で言うとやっぱり2部があるからというところですね。あの進学するのはどっちとは話ずれちゃうんですけれども、はい、理科大の2部って結構おすすめだなとは思うので、ここでちょっと発信していきたいなというふうに思います。いわゆるまあ偏差値まあ40から大体45ぐらい、うんうん、で、まあ、いわゆる卒業できたら理科大の肩書きがつくっていうところで、うん、まあ、正直その今名前が出てきたような国公立におそらくまあ全然入れる学力はないけれども、はい、理科大の2部だったら入れる、うん、まあ、その代わり夜間にはなるんですけれども、はい、75% がまあ10代で、うん、残りの 25% がいわゆる社会人っていうところになります。はい、高校卒業して2部に入るっていう子もまあすごく多いので、うん、ちょっと偏差値的には厳しいけど、まあ、ある程度いいとこにまあ卒業したっていう肩書きが欲しいっていう子は結構理科大の2部はおすすめ、うん、なかなかちょっと想像つかないかもしれないですけど、まあ、でもあんまりその研究とかそういうのはあんまりできないんでしょうね。そうですね、ちなみに 66% が卒業する、まあ、逆に言うと3分の1があの留年するって言われてます、ね、高校の通信制みたいにレポートやってで OK ですよっていうわけでもなかったりしますからね。そうです、そうです。逆にすごいやりたいことある、まあ、特に数学物理科学系でやりたいことあるけれども、うん、今学力が追いつかない、うん、でも大学入って頑張る覚悟はあるっていうのは、うん、まあ、おすすめですね。はい、でまあ、今回ちょっとそこを除いてっていうところでいくと、はい、まあ、理科大の偏差値っていうのはまあこういった形で55から 62.5 っていうところになります。はい、首都圏でまあこう比較されがちな国公立でいくと、例えば埼玉大が理学部工学部で50から 57.5、うん、で千葉大が理学部工学部データサイエンス学部で 52.5 から 62.5、うん、まあ、ここは大体理科大と偏差値的には同じぐらいですね。うん、都立大学が理学部都市環境学部システムデザイン学部で 52.5 から 60、はい、農工大が55から 57.5、うん、工学部ですね。で電気通信大学、情報理工学機 52.5 から 57.5、うん、で最後横国が、理工学部55から 62.5、はい、偏差値だけ見ると実は理科大と同等ってなると大体千葉大と、うん、まあ、横国にはなるんですが、はい、まあ、多分これでここまでしか聞いてない子だとコメント欄でだいぶいろいろ書かれるとは思うんですが、国公立を一緒にするんだ、そうですね、おっしゃる通り一緒にするべきではないので、はい、まあ、正直これだけ見てるとやっぱ横国と千葉大が頭一つ、うん、あとは農
校ですね、はい、が頭一つ抜けてるなっていうような印象です、はい、やっぱり偏差値だけで見ると、はい、まあそれこそ都立大が多分理科大とトントンなんじゃないかなっていうのは個人的にはすごく思います、うんうん、まあ換算したとしてね、そうです、国公立私立の換算したとして、うん、まあそれぐらいでしょうね、はいはい、割とこう理科大にいた時も横国落ち、うん、まあ私も含めて横国落ち受けれなかったですね、まあ、私はそうですね、ちょっとイレギュラーかもしれないですけど、はい、うん、横国落ちたっていうことを千葉大あのダメだったっていう子はすごく多かったですけど、そもそも都立大は受けたっていう子はほとんどいなかったので、うん、まあおそらく本当この辺はトントン、まあ、まあ、どっちに行くのかなみたいな感じですよね、うん、っていうところはあるんじゃないかなと思うので、うん、はい、まあ、大体その辺が偏差値的に、まあ、個人的には電通ですね、はい、あの電気通信大学っていうのも割とまあトントンにも入ってくるかなっていうふうに思います、うんうんうん、はい、こう首都圏でって考えると割と理科大と同等となると電気通信も視野に入れ、偏差値的には視野に入れてもいいんじゃないかなというふうに思います、うん、であとはあのもう一個就職率っていう観点でお話していくと、はいはい、まあ、就職率だけで見るとちょっとあれなので、うん、あの今回有名企業400社の実就職ランキングっていうところで、まあ、割とこう大手って言われるところに就職するところ、まあ、どうなんだっていう話をちょっとしていきたいと思います、はい、で今有名企業400社の実就職ランキングで比較すると理科大が6位、うん、で7位が電気通信大学、全体の6位なんですか、そうなんです、結構高いですよね、高いですね、やっぱり、はい、で14位が横国、うん、で30位が農工大、はい、で36位が都立大で、はい、45位が千葉大というところで、はい、実はやっぱり就職率でいくと、まあ、私も理科大で就職してたんで、うん、肌感就職率はいいです、ね、まあ、そうです、特にまあ理系の方がね就職に強いというか、その多分ですよ、その400社に入ってるところの中でそういう企業がね多いんでしょうけど、やっぱり、うん、理系の単価大学は上がりやすいし、4工大とかもね、うん、こういうので上位にランクインしたり、高いんですよね、はい、理科大に行くとかっていうのもそうなんですけど、そもそも理系を選択するっていうところの強みはそういうところにもあるのかもしれないなと、うん、まあ大手行きたいっていう高校生の子も結構話、うん、面談とかしてても多いので、とりあえずまず大手行きたい、うんうん、となるとまあ理系に進学してそれなりにしっかり勉強して、はい、教授の推薦枠だったり、うん、あの研究室の推薦枠とかを使うっていうのはやっぱりおすすめですよね、はい、実際のまあ企業名で言ってしまうと、例えばそのソニーグループって言ったところでいくと、はい、理科大はまあ2023年データかな、はい、21人で7位、はい、で電気通信が12人で11位、うん、まあ、13位千葉大、15位横国みたいな形で続いていくので、うん、まあ、大手と言われるソニーグループさんのところとかでも割とそういった理系のところ、特に理科大は割と上位にいるなっていうのと、はい、あと三菱重工さんとかも横国が11位、あと理科大が11位っていうところですね、うん、まあ、富士通さんとかだと、4位に横国、8位に理科大っていうところで、うん、まあ、こうやって就職率だけ見るとやっぱり横国だったり理科大あたりは、あと千葉大、この辺は結構名前に出てきてるところと、あと結構電気通信も割と出てきてますね、うん、例えば任天堂とかゲーム作りたいってこう結構前の面談でも、うん、多いですね、そうですね、うん、あとスクエア、エニックスとかの方とかね、多いですよね、あとはまあ NTT データさんとか、うん、まあ、いわゆる SE 系の仕事、まあ、ね、うん、3位に理科大、10位に電気通信、あと13位に都立大、理科大上じゃないですか結構、ちょっと今若干結構来てますけど、ちょっとね、あの肩持ってるかもしれないですけれども、割とまあ理系の就職っていうのは理科大は強いなっていうのと、はい、調べてて思ったのは電気通信やっぱりいいですね、電気通信大学ってまあ本当理系の単科大学っていうところで、うん、知名度とかないんですけれども、うん、あの世の中的には確かに専門学校みたいな思ってる人もいますよね、いますよね、そうですね、恥ずかしながら僕も高校時代は正直候補に全然上がってこなかったんですけど、やっぱこう大人になって電気通信大卒の、うん、同じ会社でもやっぱり結構いたので、そういった人たちとか会ってると真面目で仕事できて、あの優秀だなっていうふうに思うので、う結構そういったまあ大学を志望するっていうのも理系の子はありじゃないかなっていうふうに、はい、あとはまあ最後に3つ目っていうところで、まあ、雰囲気っていうところ、うん、正直結構理科大にいて思ったんですけど、やっぱり理系中心だったので、うん、キラキラっていうよりは、はい、結構ゴリゴリ勉強楽しくもうちょっと無理やるか、結構そ男の人ばっかりですか、多いです、男の人多いですね、よくあるそのキラキラしたキャンパスライフとはちょっと程遠い生活でしたね、はい、っていうのをやっぱ考えると、やっぱ総合大学系っていうのはやっぱりもう、まあ、どうしてもね、行ってみたいなとは、ね、はい、確かにそれはあるでしょうね、都内出身だったら、うん、まあ、今だったら学費とか結構やっぱ東京都出身だとちょっと安くなったり、はい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 、僕5人兄弟だったんですけど3人以上子供がいると今半額免除みたいなところとか、いろいろこう都で力入れてる大学なので、うん、もう今だったら結構都立大もありかなというふうには思います、うんうん、
知名度やっぱりこう世の中的には低いかもしれないですけれども、うん、結構理系は就職いいって言われてるので、うん、はい、特に都内に進んでる子は選択肢に入れてもいいんじゃないかなというふうには思います、はい、でまあなんとなくこう結論みたいなところで、はい、でもどうですか実際リープタイムリープしてタイムリープしてですか、まあまあまあレベル的にその千葉大とか行けるんやったら多分行くと思うそうですね。で横国も行くでしょ。そうですね。どこまでだったら理科大かなって感じですか、柴山さん的には。当時に戻れたら僕、はい、電通あんまり知らなかったんですよ。電気通信、はいはい、うん、やっぱ学費とかも考えると、うん、電気通信視野に入れてもよかったなっていうのは今思いますね、はい、電気通信大学行って情報系の勉強して、うん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 、ゲーム作ってみたいなと。あ面白い人生かもなっていうのはなんかこう振り返ると思います。ー、はい、ゲーム好きですし、はい、僕だったら、いやでも共学がいいな。どこも一応共学っす。あ、まあ、共学じゃない、ですよ、ね、あの総合大学、うん、総合大学がいいなって文系の人もいるところがいいなっていうふうに思います、はい、共学がいいなって思うな。男子大学ないっちゅうねんね。あ、そうですね。文系理系どっちもある総合大学がいいなっていうふうになるんで、うん、まあ、僕は横国がいいかなっていうのは思いますね、うん、行くなら。吉村さん工学系出身だと思うので、はい、農工も結構いいですよ。農工大学、まあ、東京農工大学、まあ、ね、はい、やっぱ 僕がもう一回タイムリープするならまだまだでも理系か。もう一回やるならガチの理系でずっとちゃんと研究頑張るみたいな方がいいかもしれないですね、はい、あ、そうですね、はい、研究って考えるとそうですね。結論どうなんですかね、うん、理科大の有名企業の就職者数ランキングが結構上位じゃないですか。そうですね。じゃあどんな人におすすめしますか。効率よりももう理科大に絞った方がいいんじゃないのって、もしアドバイスするとしたらどんな人に。そうですね、就職率がいいっていうところは結構事実としてあると思います、はい、まあ、自分も肌感覚それはすごく思ってるので、うん、将来、うん、やりたいことが決まってない、はい、うん、コツコツ結構勉強できるその体力があるだったりとか、うん、まあ、真面目っていうところの、うん、まあ、根底にある性格があれば理科大はやっぱり4年間でしっかり勉強していってれば、うん、ある程度いい成績が取れて、うん、まあ、就職っていったところも強いですし、うん、あと結構大学院で多大に行く子すごい多かったので、うん、まあ、そうですよね、東大、東京、うんうん、早稲田、うん、あと東工大、はい、うん、っていうのは多かったので、うん、まあ、割とこうコツコツ大学入って勉強できる自信あるよ、うん、でもまだやりたいことそんなに強く決まってないよ、就職はまあいいので、そういう子は理科大おすすめかなというふうには思います。確かにね。あと国語苦手な子めちゃくちゃ多いので、うん、もう国語も手つかねえなっていう子は。受験戦略的なところ。受験戦略的なところでいくと、国語なくて、うん、A 数 B で理科1個で、うんうんうん、いけるって考えると、うん、まあ、コスパ正直いい大学かなとは思うので、まあ、うでね、はい、国語苦手な子はもう早めに逆に理科大に舵切って、うん、その先も考えて、はい、うん、今からコツコツ勉強していくっていうのが受験生おすすめかなと思います、うん、はい、いいと思います。まあで実際ね、院試受けるってなって、まあ、他大学の大学院ってなっても国語とかやんないですから、うん、そうです。基本的に英語と専門科目なんですよ、うん、花からもう A 数 B で行くぞって決めちゃう人は全然それでもいいのかなというふうには思います、はいはい、理科大の宣伝みたいになっちゃいましたけどね。まあまあ国公立とね、私立なんでなかなか比べにくいところもありますけど、はい、はい、ということで、今日はですね、理科大 VS 首都圏の国公立ということで、進学するならどっちって話でお話してきました、まあ、結論理科大が私立 で国公立と比べてしまうとちょっと受かりやすさとかね、科目のバランスなどがややこしくなってくるんですけど、国公立の理系学部にも引けを取らないような就職実績とかもありますし、で理科大の院だと不十分だなと思う人はそのまま他大学の院に行くっていうのもありますので、結論すぐおすすめですと。ただどうしても千葉大とか、まあ、横国とかだったらもうちょっとねそっちに行くかなって感じがしますけど、それ以外のやっぱり電気通信とかもそうですし、農法とかは、まあ、受かりやすさとか入ってからどういうことが学べるのかっていうところも加味してもらった上で、まあ、理科大に早々に舵切った方が最終的にはいい地点に到達できる可能性も高いと。うん、無理にね、国語やったりとか、そうですね、そこは社会生とか、ね、しなくても十分実績作れますよっていう形ではありますので、うん、受験生だとちょっと遅いですけど、まあ受験生か高2か、うん、皆さんは検討してもらえたらと思います。うん、またプラリスアカデミーはお茶の水校、そしてこの後開校する横浜校、まあ、動画崩壊時点では開校してるんですけども、では、私が1対1で受験相談をね、実施するイベントを開催しております。お茶と横浜の開校イベントの決まっている日程こちらですね、ということで。はい、ちょっと新しく開いた横浜校の数が多くなっておりますが、どちらもね、いい場所にありますんで、お茶の水校は、まあ、お茶の水駅とか、新お茶の水とか、淡路町。淡路町。はい、4つぐらいが最寄り駅と。うん、
横浜港も横浜駅ですよね。そうです。鴨入駅ということで、うん、いい場所に構えておりますので、せっかくの機会ですので、私と一対一で受験相談しに来てもらえたらと思います。申し込み方法は概要欄にあるフォームに必要事項を入力していただけるだけで大丈夫でございますので、30分から1時間ぐらい一対一でね、そんな詰めたりしないですから、普通の受験相談をして、時には計画組んだり、勉強法のアドバイスしたり、いろんな悩みを解決していただきたいと思いますので、申し込みをお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。